はい、皆様お疲れ様でございます。今日はですね、ファーミングシミュレーター22、こちらの私のゲーム実況やっていきたいと思います。で、今日何をするか、今日はですね、ちょっと前回木材ですね、木材パレットができていたっていうので、ちょっと今日はこちらの方をね、やりたいと思います。これ覚えてます？皆様、木材パレットね、ウッドチップじゃなく木材パレットね、これ何のためにやるのって言ったら、バグ技、まあ一昔前の言い方で言う裏技ね、バグ技やるために、これ作りましたというので、今日いよいよバグ決行です。はい、そしたらですね、まずね、ネイルが必要なんですよね。あの釘、今日カラーパレット、無限生産します。このマップね、すべての、生産チェーンでカラーパレット必要なので、そちら用に、まずね作りたいと思います。どこかな、パレットで合ってる、パレット、あ、これですね、パレットオブスチールネイル、まあスチールの釘ね。はい、これ250ピース、これ2つ買います。はい、お、びっくりした何、あ、しょ、あ、看板か照明かな。で、これをね、ちょっと幅ね、有効幅広げて、そうすると広げるとパレットが、ガサッと横に縮めなくても両方とも刺さる広さになる。ペッペと、はい、ちょっと下手下手なんだけど、はい、できました。で、これをまず、私のね、モッドサイロの方に入れます、最初にね。で、その後ちょっとね、よく見ててくださいね。まず入れます。あ、この辺の木もちょっとどうにかしたいなとは思ってたんですよね。まあ、ティレックス返しちゃったけどね返しちゃったんですけど、はい、じゃあまずね、ネイル搬入したいと思います。ネイル、あ、で、そうね、まあ、ちょっとやりたいこと他にもあるんだけどまあまあいいでしょう。じゃあまずこっちのサイロの方、こっちに入れたいです。というわけで、この車両ちょっと一回どけましょうか。これね、まあいい車両なんだけどね、10億リッター、あら、木もそこまだ処理してないでしょって言っててね、キリないんで、ちょっと一回ね、これまず避けますどうしよっかなーこれね。次回この車両を使った、やり方もね、ちょっとまたご紹介したいんです。これね、藁とかのね、回収のために使った、ちょっと見栄え悪いな、ちょっとあの茂みに突っ込んじゃいましたけどね、藁とか落ちてるやつを回収するようでね、本当は使ったんですけども、この前方のアタッチメントを変えて、ちょっとね、次回は他のこともねやりたいと思います。ちょっとお楽しみに。はい、そしたら、ネイル、ネイルね、ネイルガンのネイルね、セブンデイズトゥーダイとかで言うところね。はい、じゃあこれをまずは、生産チェーンではなくサイロね、こっちの方に入れます。で、ここはパレットがお粉になる最後ね。はい、見ててね。500ピース、はい、あれ入らない、ん、入らない、行かなきゃダメかい、おや、対応しない嘘嘘、ここの、え、ここのサイロ、パレット全部お粉になるはずなのに、え、こ、ネイル対応してない、嘘、え、嘘でしょ、ネイル、ネイル、多いな、ネイル、どこにある、ネイル0リッターだよね、入らないの、そうか、パレット直接持ってきてもダメなのか。ということで、モッドですね困っちゃった、いきなりね、出花くじかれましたが、そしたら、はい、じゃあこれちょっと一回床置きしましょうかね。500ピースのネイルね、これ一回床置きして、はい、ベッド、はい、置いて、ちょっと待ってね、
て、で、パレットトレーラー、こっちね、パレットトレーラーを、はい、ガチャと、そして、これを積み込みますね、いるね。はい、横付けすると、嘘でしょ、ネイルダメなん、嘘嘘、ちょっと待ってね、これネイル出てない、嘘でしょ、ネイルネイル、ネイルあんじゃないの、あの黒いやつ、そうじゃないの、今左から2番目の違う、ちょっともう一回ね、ネイルのアイコン見ますよ、あ、違うのか、違うんだ、マジで、そうなると何、パレット無限はできない、じゃあねまあそうか、あ、ちょ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 、後ろ切りたかったの、はい、そうか、パレット無限はできないんだ、このマップ唯一無限にしたかったのパレットだったんに、というわけで、まあネイルは毎回使わないとダメか、じゃあいいです、まあネイルね、とりあえず、こういう2パレット入れて、これは生産チェーンの方に入れます、下手マジね、パレット扱うの下手、じゃあね、どうしたらいい、はい、入れてね、じゃあこっちはパレット工場の方に直接入れますね、ネイル2つね、2パレット500ピース、これこっちに入れます、どこに入れる、羽根口どこなんかな、あ、真ん中のとこっつったっけ、こっちね、こっちね、こっちに入れます、あ、ここかな、あ、今ちょっと入った、ここだ、ここだね、はいはい、入りました、というので、今生産チェーンの方を一回確認しましょうか、ネイルは入りましたよね、スパナのマークはこっちかもううまくいかないね今日は、はい、そしたらネイルね、ネイルは入りました、あ、で木材入ってるんで、まあ、パレット生産は始まりました、木材3265ねなんですけど、まあこれっていつかは木材切れちゃうじゃないですか、当たり前なんですけどね、なので木材は無限にしないんです、もう一回ね、これ木材無限にしたら、まあ、ネイルはねちょっと無限にならなかったんですけど、ショップでネイルは買ってきます、というので木材無限編ね、今やりたいと思います、というわけで、前回の動画で最後ね、はい、最後の方で木材パレット完成したよ言っていたのを、これを、生産チェーンではなく、はい、ちょっとね、はい、これね、これね、これを生産チェーンではなくサイロの方に入れます、これね、そうすると木材は無限になりますね、やり方どうやんのっつうのはね、ちょっと他の動画で散々説明したんでね、ちょっとリンクね、貼っときますが、はい、これね、これね、はい、じゃあ行きますよ、これ入らないって言ったらちょっとすげえショックになるんだけど、入る、あ、入ってますね、入ってますね、右下入ってますね、数字ね、はい、OKOK、はい、そしたら木材は今無限にね入っております、ちょっと遅いけどね、はいはい、入りました、そしたら、ここのサイロの中身、はい、サイロの中に木材が1000リッター入ってるはずです、どうだろう、生産チェーンと合算されちゃってるかな、木材どこにある、ないね、あれ木材ない、あったあったあった、これだ、あ、大丈夫ですね、生産チェーンの3万リッターはこっちには表示されてないですね、なので木材なんか1リッター消えてるけど999リッターね、でそうなるとどうなるか、はい、じゃあ、こっちの生産チェーン見ますよ、さっき3万リッターでしたなんだけど、はい、今度いくつになってる、ペン、はい、10万1000リッター、ん
10万リッター増えてますというね、素材無限バグです。これね、入荷素材が増えるというバグです。というのでね、本当はねネイルも向こうのサイロに入れて無限に作りたかったんですけど、まあ木材しかできなかったですね。で昔の動画で木材は、できませんって言ったんですけど、まあ、先ほどのねこの、木を作る、生産チェーン、木材を作る生産チェーンを、ね、教えていただいたので、これでできるようになりました。つまりネイルさえこっちの、生産チェーンに入れれば今木はもう一生減りません。ここの、10万1000リッターの木材はこれ一生減りません。逆に増えることあるけどね増えることあるけど減ることありません。というのでパレットの確保いよいよ、完了となります。無限バグです。でちょっとさ、こっちのさ、あ、まあいいかな。ちょっと次回ですね、まあウッドチップ生産とかもしたいんです。ここら辺まだ木生えてますもんね。ウッドチップ生産とかもしたいので、まああれ、これ木にならないんだっけ。切っちゃったら消えるんだっけこれ。まあいいやはい、というのでね、無限バグ始まりましたが、そうなんですよね、他にね、移転できるものは移転したいんですよね。牛小屋も今何持ってるの牛小屋持ってるでしょこれね。牛小屋持ってるし、あ、ガーリック工場も持ってましたかね。木工場、まあこれ、こっち純粋なパレット工場ね。どう、あれできてない。あ、できてますね、これ純粋なパレットね。あ、めっちゃできてる。あれ、これできてるけど、まあいいのかなまあいいのか。はい、でどこです、ここか、ガーリック工場。あ、違う、これブドウか。あ、そっか、ブドウ工場も持ってんのか。まだブドウの収穫、あれ今何月、ここのマップちょっと特殊なんですけど、ブドウが9月。あ、ブドウ収穫できる。ちょっと待ってよ、ブドウ、ブドウ、これ自分のブドウですからね、3面ね。ブドウちょっと行きましょうか。ブドウ収穫完全に忘れてたこれすげえ量あるんじゃないの。うわうわうわ、ちょ待ってよ、これ収穫可能になってる。あ、なってますね、なってますよね。あ、収穫可能。この量ですよ、この量のブドウやるのこれやるの。まあやりますか。ブドウはこのマップでは結構いい金策ですからね。ブドウジュースね、これシーズン1でやったと思います。ここでね、あ、カラパレット必要ですけど、マジで。ちょっともう一回ね確認しようか。もうちょっとどれぐらいぶりか覚えてないですけど、ブドウとカラパレット入れれば、レーズン、あ、ブドウにもなる。確かこのマップ結構ブドウ高かったと思うんでね。だし、ガーリック、ガーリック工場は、ガーリック工場どこでしたっけ、ここ、ここはもうネイルもね、カラーパレットも入れてるんで生産始まってる。あれ、ない、搬入口ここでしたよね。あら、まだできてないの。ん、どうなってるどうなってる。あの、スパナのマークない、スパナのマークどこにあるの。あ、そんな影にあった。え、まだ1個もできてないって。あ、押してないでしょ、押してないでしょ。だし、あれ、ここネイルも入れたはずなんだけどな。ネイルも入ってないし、板も入ってないし、でパレット、おかしいなガーリックしか入ってない、本当に。じゃあちょっとここら辺も次回はちょっと、移設するかもしれないですね。
もあるし、まあまずは次回ブドウですね。そしたらね、まあブドウ関連のじゃあ工場も入れますかねという感じで、今日はね一回ここで区切りましょうか。ちょっとすげえ逆光だねここね。ここの見た目好きなんだけど逆光なんで、ちょっと移動しましょうか。まだあの照明置いとけよって話なんだけどね。はい、そしたら、あ、母屋何もして、あ、ちょっと母屋のこと完全忘れてましたけど、土地どうなのこれ。あれ一番農地とかちょっとねこれやることは多いわ。やることちょっと多すぎてね、今ねどこから手つけていいか分かんないんですよね。あれ小麦は、小麦もでしょ。あ、音でかいんだけど、あれここ小麦って、小麦しか入ってない、パレットがない。やっぱりパレットが鬼門なんですよねこのマップね。というので、まあちょっと困りましたね。という感じで、次回はねちょっと工場系ちょっと1回改めないといけないかなとは思います。はい、じゃあですね今日は1回ここで区切りたいと思います。ではここまで動画を見てくださった皆様、ご視聴どうもありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。